はい、谷口壮志です。今日はですね、新田コミュニティにいただいた相談に対するお答えをしていきたいと思います。どういう相談が来たかなんですけども、ウニさんからですね、ウニさんが、プリセプターになられてですね、新田のことが、聞かれるんですけども、よくわからないということで、そこからですね、発生した質問になっております。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。はい、ここですね。はい。まずですね、心電図がですね、1枚、2枚、3枚、4枚あります。で、これに対してですね、それぞれ、質問をいただいてますので、それに対するお答えをしていきますが、この動画ではですね、1枚1枚、区切ってですね、お話しさせていただこうと思います。でですね、このウニさんがこう質問されてるんですけども、ちょっとですね、質問がですね、あっちこっちこう飛んでしまってですね、どの心電に対するどういう質問なのかがですね、ちょっとよくわからないんですよね。で、ウニさんがこうプリセプターをやられてるということで、ですね、本当にこれをやらなきゃいけないのは、もちろん心電図の知識をこう高めるというのはですね、聞かれてもわからないから高めるというのはそうなんですけども、プリセプターとしてやられるのであれば、まずですね、プレゼン能力ですね。プレゼン能力を上げていただくということですね。プレゼンっていうのはですね、これも話し方ですね。話し方、あとこの質問の仕方ですね。質問の仕方。まず必ず最初に結論をください。結論があって、その後に理由があって、もう一度結論でまとめる。これがですね、伝わる伝え方。これはですね、プリセプターに何かを伝えるとき、あとは申し込みを送りするとき、電話の対応すべて同じです。結論を先に言うということを先にやっていくと。結論を先にして、その理由を書いて、そして結論で締めるということをしてもらわなければですね、プリセプターさんも何を言われているのかがわからないということになりますので、まずですね、そのプレゼン能力を上げると。プレゼン能力というのはですね、才能ではありません。技術です。技術ですので、それを分かった上で実行すれば必ず上手くなっていくものですので、プリセプターとなられるのであれば、まずはですね、プレゼン能力を上げていただくということを肝に銘じていただければなと思います。はい、それではですね、心電図の方に入っていきたいと思います。はい、ウィンさんからいただいたものですね。で、1枚目は PAC が連発して、PAC が連発しているところは、PAT、ATPSVT の違いがよくわからないということで、これが何なのかということですね。で、ここに心電図があります。でですね、この1枚目っていうのは、ここにもあるんですよね。1枚目は QRS が狭いですが、その手前の QRS とは高さが、形が違います。これは PVC と捉えているので、ちょっと、どこに対して何を言われているのかちょっとわからないので、多分これはここだけの、かな。この、正直 PAT、パッドですね、パッド。あと AT。それと PSVT の違いがよくわからないということで、そこに対するね、お答えも含めてやっていきたいと思います。で、これをですね、ちょっと心電図を見てみますとですね、異常なところがですね、上の心電図、下の心電図があるんですが、上の心電図で、ここがですね、QRS が出ている、P 波があって、QRS が出る、P 波があって、QRS が出ると。で、問題はここですね、この部分です。ちょっと待ってくださいね。はい。この部分ですよね。この部分。この部分が一体何なのかということですね。この部分が一体何なのかというのが、こう、わからないと。で、P 波があって、QRS があって、P 波があって、QRS があって、ここに T 波があるということ。で、ここに P 波が見えてですね、QRS があって、T 波があって、で、この後ですね、P 波があるかどうかよくはわからないんですけども、ここでですね、必要なのは、この QRS を見ていただくということですね。QRS。で、幅がですね、ほとんど変わっていないんですよ。で、形もですね、若干ですね、大きくはなってるんですけども、上向きから始まって下向きに深く降りて、上向きに上がって、基線まで戻るということ。これもですね、上向きに上がって下まで深く潜って、それから基線に戻るという、この形、心電図のですね、構成がですね、形がですね、変わっていないということはですね、若干のですね、大きさの変動があるんですけども、これはですね、同じ刺激伝導系で伝わっているのではないかなというふうに思います。なので、もしですね、こういうふうに速いところが出た場合ですね、速い、ポポンと走った場合は、前後のですね、前後の、QRS と比べてみてください。それで、波形が変わるようだったら、浸出性の可能性があります。波形が変わらないようだったら、上質性なんじゃないかなという予測がまず立ちますので、そこをですね、こう、まずは考えていただくということですね。で、ウニさんはですね、これが、上質性、PAC と呼ばれてますので、上質性っていうのは分かってらっしゃるんじゃないかな。多分上質性なんじゃないかなということが分かってらっしゃって、そしてですね、この、パッド、それから AT、PSVT の違いがよくわからないということに
けども、これそもそもですね、すべてがですね、上質性の頻迫のことを言われてますよね。はい。なので、まあ、PSVT もですね、そういう不整脈はなくて、これPSVT のセミナーを、受講された方は分かってらっしゃると思うんですけども、PSVT という不整脈はありません。PSVT は上質性頻迫の総称ですので、それが、PSVT という名前になっている、まとめになっているよということなんです。そしてですね、PAT と AT、まあ、その、AT が発作性なのになれば、PAT 発作性、まあ、P が発作性なので、エイトリアルタキカルディアですよね。上質性の頻迫ということで、AT も PSVT の中に実は入ります。なので、このパッドがなのか、AT なのか、PSVT なのかわからないということはですね、これすべて PSVT のことなんです。はい。PSVT は上質性頻迫の略なので。はい。それが発作性がついてるかどうかで、だけですよね。なので、それを見たときにですね、これはですね、上質性の頻迫だよというのが分かればですね、あ、PSVT なんじゃないかなというふうに思っていただいて構わないんじゃないかなと思います。で、何連発したら PAT になるでしょうかというのもあるんですけども、これもですね、ここで質疑応答全部受けれます。はい。これはクローズドなんですけども、まあどういうことかというと、LINE グループでやってます。LINE グループ。はい。この LINE グループがありまして、ここでですね、いろんなですね、臨床からの、相談事がですね、ボンボンと飛んできます。で、それに対してですね、谷口総司がまあ答える。まあもちろんですね、そこにいるメンバーの皆様も答えてて、こうやってですね、資料もつけてくださったりするんですよ。他のメンバーの方が。すごくいいコミュニティになっております。で、谷口総司がですね、その一人一人にこの動画で答えるということをやっております。こんな感じですね。はい。動画でも。これもすべてこのスマホで見れます。まあ、LINE の中に。でですね、これですね、ノートという機能があってですね、あそこに今ポンと押しましょう。はい。そこでですね、今までの質問に対する動画がですね、すべてあります。もう50本、54本、55本以上あるかな。あると思います。で、これを見てもらうだけでも、実際の心電図があって、それに対する、まあ、こういうふうに考えるんですよ。もっと言うと、臨床ではこう考えてくださいということですね。教科書には載ってない波形もありますし、教科書では言われてない説明もあると思います。なので、これをですね、こう一つずつ見てもらうことも全て、心電図を読むということにつながりますので、ぜひですね、こちらにも入っていただきたいなと思います。月額でですね、今、半額セール、これは、今81名になりました。で、100名まで半額でやります。半額でですね、月額2480円ですね。で、それでやらせてもらってますので、今これですね、医療系でナンバーワンのコミュニティになってます。はい。ないです、こういう80名のコミュニティは。はい。なので、ぜひですね、100名をですね、超えたいと、3桁に行きたいと思っておりますので、ぜひですね、ご協力よろしくお願いします。